警戒して、ここは抜いていく。うまっ、マジでうまい。さあ2枚抜き、やばい。これあるよ、こっから残りマニューバだけ。マニューバしっかり警戒して、カニタンクもここは味方協力して、いや、やばやばくない、これちょっとやばい。こんなリッターマジで味方に欲しいわ。これやばすぎる、マジで。はい、というわけで今回は 4K スコープカスタム使いのね、なんと3150の方が送ってくださったんで、そちら見ていくんですが、リザルトからやばいよねっていうことで、2試合あるんですけど、1試合目がこちらですね。21キル2ですということで、俺の記憶が正しければこの人結構前も送ってくれた気がするな。はい、というわけで早速試合見ていきますか。ステージカジキのルールヤグラかな。編成がハイドラ若葉のホットブラスターで、リッターカスタム、相手がマニュークーゲルとスプラッシュータースプラスコープってことで、まあ、編成的にはこっちの方が不利かな。これは正直リッターが相手にとってね、マジできつい武器ではあるんやけど、バランス考えると相手の方が全然いいかな。機動力も攻撃力も相手の方があって、相手攻めも守りもウルショカニタンクジェッパーでできちゃうから、まあ、こっちはかなり重たいね。編成が後衛がどんだけ仕事できるかにかかってるみたいな編成してる。若葉が塗ってホットがなんか潜伏とかして、その間になんとかしてリッターかハイドラでキル取らないとこの2人動けないよねみたいな。若葉とホット的にはクーゲルとスプチャはマジどうしようもないから、後衛の2人次第って感じやろうな。うん、さあ見ていこう。初動は前出て、まあ、とりあえずね最短で中央向かって1キル狙っていく。さあスコープ車線出してるけど、まあ、相手のチャージもさすがに警戒している。さあこのステージ初動結構キル取るのむずそうやけど、ジェッパを外して外していけるか、いけるか、いけない、いけないが、ヤグラには乗っていく。あ、ナイスバリアだね、これは。これはめちゃくちゃナイスバリアで、今んとこキルは入ってないけど、まあ、ラインは上がってる。味方めちゃくちゃ強いね、これ。うん。で、見て、なんかすごいところで止めた。俺、当てる瞬間に止めちゃってんけど、こんなことある？すごっ。まあ、いい感じに炭流シートとバリア使ってね、味方がこのファンのところ取ってくれたから、まあ、ヤグラ進めつつ、ライン上げていきたいって感じで、まあ、敵が近づいてきてから手を以下で返して、キル取っていくって感じかな。さあ、キル取って、人数エリアから矢倉を進めていきますといったところ。まあ、ただ相手のスプチャが見てきてるから、それだけ警戒しつつ、まあ、人数不利になったからね、イカランパ見て人数不利になったから、ここはしっかり下がって無理せずにね。まあ、ここでデスしちゃうと、敵のラインが一気に上がっちゃうんだけど、ここで生存して、車線出して構えることによって、まあ、敵って結構ね、このリッターの車線の圧で前に出づらくなるから、この判断マジ大事。生存してることによって、イカランプ的にも敵目線は攻めづらくなるし、ここで生存して1キロを取ることができたら敵の進行というのはかなり遅れることになるから、まあ生存してるかしてないかで、マジでここで上手い攻撃使いと、そうじゃない攻撃使いの差が出ちゃうかな。さあ1キルこれ、ほらこれ1キル取れたのもこれ生存してたからやからね。さあ続きを見ていきましょう。さあ鍵来てて、ここはしっかりと下がっていく。やっぱスコープ使ってるだけあってね、視野の広さがすごいね。スコープってチャージ中視野が狭くなっちゃうから、よりね意識して視野広く保とうとしないといけないんだけど、その意識はマジで高いで、さりげなく鍵タンクぶち抜いていくっていうね。で、そうしてるうちに手追いかも溜まったから、これで前出やすくなるって感じかな。ビーコンどっかに置いて前行くって感じかな。ビーコンは、あ、置く。あ、置かない。まだ置かない。さ、しっかり抜いて、ここで、まだ置かない。うまっ車線の隠し方がうまいね。うん。スコープってね、どうしてもこう、チャージキープできる方と違って、一回チャージしきっちゃうと、チャージキープで場所変えてみたいなことができないから、一発一発がマジで大事なのね。だからその一発を確実に当てるために、ちゃんと、立体の車線をできるだけ隠して、狙いに行くっていうのがうまいよね、この人は。まあ、こことか見てもらったらわかるけど、最初はこの矢倉でね、矢倉で車線隠して、で、撃つ瞬間に、ジャンプして顔出して狙うっていうね、この。よいしょ、続きを。続き見ていこうか。さあ、人数入り作って、矢倉乗って、矢倉乗るのも早いね。で、しっかりとスコープ索敵して、ジェッパの音聞こえたけど、味方が神タイミングでバリア合わせてくれたから、耐えつつ、危なくなったから手を使って、終わりをしっかりと借りに行くと。いい判断だね、これも。で、手追いかが切れるタイミングで下がったけど、ここは逃げ切れずに相手にやられちゃうと、さすがに相手もうまいね、これは。うん。さあ一旦こっちワイプアウト入っちゃったから、しっかりと打開していきたいところ。ただ相手のスプラチャージャーがね、吸引溜まっちゃってるから、メインでの打開が難しそう。さあ、カニタンク見えた。これはしっかりと頭抜いていきたいけど、いけるか。抜いていく。当たり前の。結構ね、カニタンクの頭抜くのって、なんかちょっとね、カニみたいにちょこちょこ動いてて、カニみたいとか、まあカニやねんけど、ちょこちょこ動いてて難しいねんけど、しっかりやっていくね。で、吸引機も吐かせる前に倒して、ウルトラショットちゃんと避けて、で、ファン警戒しつつ、矢倉の上もぶち抜いていくと、うまっ！マジでメインの精度半端ないな、この人。さあ、人数入り作ったから、
ここはビーコン置いてしっかりとすぐに前に出ていくと。うん。まあ、有利作った後にちゃんと前出るのも早いね。さあ、ライン上げていきたいところ、ただスコープだからしっかりと周り警戒しつつ、いけるか。さあ、センサーついたマニューバー、ここ処理していきたいが、ジェッパー来てる、これは、抜いていく、置いてたね、エイム完全に。ジェットパックはね、もう上手い人からしたら、お、缶オケですから、空飛ぶ。さあ、スプラシューターも狙って、人数有利。ただここはね、敵のスプラチャージャーがこの高台から見ててかなりきついから、まあ無理に矢倉に乗りに行くことはせずにしっかりと落ち着いてって感じだね。うん。さあ、味方が乗ってくれてる。で、それに合わせてちょっとずつ前行って、吸引機警戒しつつ、終わったら辺でどうするって感じかな。さあ、寿司が前出てきてる。これも車線隠してちゃんと狙っていくが一発外してしまう。ウルショがね、溜まってるからそれを警戒してるね。ウルショ警戒しつつ、ジェッパーと、おウルショ、ジェッパーとウルショ両方で狙われちゃったのか。ダブルはちょっときついね、これは。うん。さあ、復帰して残り1分半。カウントはね、リードはしてるけど、これすぐリードされ返しされちゃう、日本語すごい。され返されちゃうカウントやから。危ないと、いつもこれ吸引機でリードされちゃうね。さあ、これはきついか。残り1分15秒。マニューバ抜いて、寿司も抜いて、完璧な防衛。マジでうまいな。やば。今の抜いてなかったらカウントいかれてるからね。関門突破はされててもおかしくなかったな、今のは。うん、マジで神抜き。さあ、残り1分。ただカウントはね、リードされちゃったから、され返、し返さないといけない。ヤグラ乗る意識がめちゃくちゃ高いね。まあでもあれか、このステージヤグラ乗らないと、こう何？敵を抜ける場所がないから、あんまり前線に行ってみたいな。ファンのところに立ってもね、自分でファン上げながらスコープで狙うって絶望的というか現実的じゃないから。さあ、手良いかでこのね、邪魔な高台どかしに行って、その間に味方ヤグラ乗ってくれって感じだね。うん。さあ、ただ、カニタンクと、ジェッパがね、あってなかなか刺さらず、ここはしっかりと帰らされてしまう。さあ、ただ自分で置いたビーコンにここは飛んで、早めの復帰。で、味方が、ここで3落ち。これはきついね。きつい。さあ、1本抜いて。味方がデスしてる間に1キル取ることによって、打開がね、これでかなり楽になる。やっぱ編成的にね、重すぎて、なかなか前線が上がらないですね、これは。さあ、スプちゃん抜けるか。射程ギリギリ立って。さあ、寿司が手前。これは飛んで帰る。ジェッパ警戒して。ここは抜いていく。うまっ！マジでうまい。さあ、2枚抜き！やばい！これ、あるよ、こっから。残りマニューバだけ。マニューバしっかり警戒して、カニタンクも、ここは味方協力して、いや、やばやばくない？これ、ちょっとやばい。こんなリッター、マジで味方に欲しいわ。これ、やばすぎる、マジで。抜き方がエグい。これ、スコープの抜き方じゃないもん、マジで。100発100中やったやん、さっき。さあ、で、やば、ヤグラ乗りながら、1個倒して、手追いかで。もう1個倒して。待って、これマジでやばい。え、マジでやばい、やってること、この人。やばすぎる、マジで。人間じゃない。ガチで人間じゃない、この人。今までいろんなリッター使い見てきたけど、マジで人間じゃないわ、この人は。異次元すぎる、マジで。2試合目見ていくけど、マジで1試合目の衝撃やばすぎて、もう2試合目のハードル上がりまくってる。大丈夫かな、これ。はい、というわけでルール同じく、ステージ座頭に変わりまして、見ていきますか。編成がデュアルホッカスのスプラッシューターで、リッカス相手が、マニューバのバケツのホットブルスのリッターってことで、まあ、編成的には、まあ、これは相手の方が有利かな。バリアもカギタンクもあるしね、相手。で、トルネードもあって。さあ、で、1キル初動当たり前のように抜いていきますよと。まあ、このステージはね、リッター結構強いから、初動も抜いていきやすいって感じだね。ただ、味方もデスしちゃってるから、まあ、一旦1-1交換やけど、2キル目抜いていくと。視野広いね、ほんまに。で、ラストマニューバも左詰めたの見つけて、ビーコン置きつつ、反射狙いつつ、まあ、ヤグラ乗って味方に任してるって感じだね。さあ、正面も1個抜いて、やばやばいねんけど、マジで。キルペース半端ない。こんなリッター的におったら、マジで、やる気なくすわ、このゲーム、ほんま。さあ、味方がうるしろ、リッター邪魔なリッターね、どかしてくれて、もうやばその頭抜いちゃうの、今の。やばすぎない？さあ、復帰して、敵一発当てたよね、今。リッターも抜、やば、マジでやばいねんけど。やってることやばい、この人。やってることやばいねんけど。さあ、トルネード来たけど、さあ、トルネード、低用以下で耐えて、矢倉乗って、まあ、無理はしないって感じかな。さあ、関門突破して、ここでギリギリ止められちゃうか。相手のホットがいい感じに、裏取ってキルしてきたけど、いや、やば！最初の1分やば！なんかハードルめちゃくちゃ上がってるけどとか言っちゃったけど、軽く超えてきたわ、ハードルを。マジでえぐい、やってること。
ほんまに人じゃない。さあ、ここはワンキル狙って、ホットが登ってきたからすぐ帰ると。ここの判断もピカイチ。さあ、復帰して。ああ、これはね、相手のホットがいい感じに潜伏したね。うまかったね。まあ、これは仕方なしといったところか。まあ、相手目線ね、このリッターなんとかしないともう、どうしようもないっていうのが分かってるんやらね、こいつがマジでうますぎるって。さあ、カニ来てイカロールで避けて、バルーンの裏隠れて、さあ、割って、まあ、カウントはね、余裕あるからゆっくりと丁寧に防衛していくと。ドラッグショットがまだうまいんだから、これ。さあ、バケツ反射圧制。壁裏入ったの見えたよ、これ。いける？バケツビビってるよ、これ今。こんな、あんな当てられたらもうビビってるよ、俺もう。どうしようもないんだから。さあ、ホット手前にいて、これはちょっと抜きづらいか。インク回復して。あー、ここはイージーショット外してしまう。らしくないね。彼らしくない。彼らしくない。そんなイージーショット。さあ、ここは変えられてしまうが、まあ、味方が3を取っていると。まあね、どんだけ進められても4カウントまで進んでるから、もうラスト手上かでぶち抜くだけねんな、ヤグラ。それで止まっちゃうからね、それがやばい。さあ、ミサイル来て、これはしっかりと避けていく。ミサイルじゃねえわ。トルネード。しっかり避けて。さあ、正面バケツリッター見えている。これは警戒しながら、2落ち入っちゃったから、ここはしっかりと下がっていくと。さあ。正面敵見えてる。いけるか。ほっと、ぶち抜き。もうちょっとでも甘えたらすぐ行かれるからね。で、敵が詰めてるから、ここもしっかりと下がって警戒して、危なくなったら手をいか吐いていくぞっていう気持ちかな、これは。さあ、ポジションがね、悪いから一回 B コンに帰って、抜きやすい場所から、狙っていくと。さあ、ここはリッターに場所バレちゃったので、一回場所チェンジ。味方も3落ち入っちゃって、これは結構かなりきついと。一回落ち着いて場所変えて、潜伏して、バレないようにチャージして、うまい人これよね。ポジション変えてバレへんようにすんのよ。いや、うまい、マジで。ポジション変え、これマジ参考になると思うわ。マジでいい動きしてる。同じとこからずっと狙わないからね。場所変えて、警戒されてない方向からぶち抜く。で、バケツパシュパシュ狙っていくけど、ここは当てられてしまうと。まあ、さすがにね、相手のバケツもそこそこやりますから。うん、部屋のレベル高いから。さあ、残り1分。防衛していけるか。まあ、残り、ね、後半から結構味方が、やられちゃってて、防衛が続いちゃってるといったところ。まあ、ノラマッチね、結構基本的に初動勝つと、後半だれるっていう癖があるから、まあ、そこはなんとかね、しっかりと防衛していかないとまずい。さあ、また、お気に入りのね、左高のポジションから、ここお決まりのポジションですから、さあ、一本抜いて、鍵も抜いて、やばもう、当たり前に抜くけど、すごいからね、これ、普通こんなんなれへんからね、普通のリッターこんなんじゃないから、うん。ニンテンドーも多分すごいすごいすごい。ニンテンドーも多分こんな抜く人想定して作ってないからね、この武器を。だからこんなことになっちゃってるんやけどさ。やべえわ、これマジで。さあ、ホットも狙いつつ味方が抜いて。さあ、左バケツいるよね。これ分かってるからしっかりと隙を見せて、ね、狙っていったけど、まあ、こう変えられてしまう。さあ、ホット見えている。これは、いけるか。いけるか、ホットいけるか。さあ、味方協力して。抜いていく。で、手追いが溜まってるけど、ここは使わずに帰っていく。温存して。さあ、正面から手追いか。使って、味方の、おー、ダブルキル入って3キル。やば、もうなんかもうすごい。一人で全部やっちゃった。はい、というわけで見てきたんですけど、1試合目のラストがマジでやばすぎたからね。これ1試合目だけでよかったんじゃないのと思ったけど、2試合目もとんでもなかったね、この人。自信あるんで、つって送ってきたけど、これは自信あるわ。これマジでやばい。何がエグいってスコープなのがマジでエグいよね。チャージキープで方やったらさ、結構わかるんよ。あれ視野広いから常に。スコープの方でこの勝ち方しちゃうのマジでエグすぎて、鳥肌立ってるもん、マジで。やばい。見せたいカメラで。しかも、ただ上手いだけじゃなくてね、特に2試合目とかやねんけど、ポジションの意識の仕方とか変え方とかマジで参考になったと思うから、こうやって使ってる人はマジで参考にしてほしいな。こんなすごい視点ね、送ってくださって本当にありがとうございました。ということで。まあ、最後にね、ちょっと告知になるんですけど、ハロウィンのめちゃくちゃ可愛い僕のね、リオルチャンネルのグッズが出てるんでね、よかったら概要欄の方から購入してみてください。ちなみにマジで可愛い。これちょっと俺はあんま関与してないから、いつまで売ってるとかちょっとよくわかってないねんけど、ぜひね、気になる方はチェックして
してみてください。とメンバーシップもねかなりリニューアルしたので、月1回以上のメンシップ配信やったりとか、半年1回のオフ会、あとはゲーム友達をね、探せるディスコードサーバーとか、月1回以上ラジオ配信ってのもあったんですけど、まあ、それがね隙間とやる想定やったから、俺が1人もしくはコラボなんかゲスト1人呼んでっていう形になるんやけど、そういうのもあるんでね、興味あったらねぜひ登録してもらえると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。動画の感想コメントチャンネル登録お願いします。さらば。